さて、畑から約100キロ移動して温泉に行きます。これから八ヶ岳がすげえ綺麗に見えてきて、なんか畑仕事やればできたなって思うんですけどね。撤収しちゃったんで、今週はもう温泉で十福の湯っていう、長野のあれはどこ、上田の方にある十福の湯、ちょっとごめんなさい、ちゃんと調べてないから概要欄に、アドレス貼っときますけど、十福の湯に行きます。ここはね、ちょっとこう多分信州随一の露天風呂の広さだと思うんですけど、中であのご飯とかいろいろ食べれたりとか、今ちょっとコロナでどうなってるか分かんないけど、多分問題なく普通に営業してると思うんですけど、なかなかね泉質も良くて、1回しか行ってないからよく覚えてないから、もう1回行ってみようということで、あ、真正面八ヶ岳すげえ綺麗に見える。今日さっきまで雲がすごかったんだけど、ギリギリ畑の方を通らないで過ぎ去っていったって感じで、まあしょうがない。来週はキャンピングカー引っ張ってこよう。これから、これなんて道だっけ、八ヶ岳高原ラインを通って、その後白樺湖の方を通って上田の方に抜けようと思います。ほぼね信号のないすごいいいドライブルートなんで、この天気なら楽しくね行けると思うんですけど、ここはあれ3分遊水地、この公園いいよね。もう一回遊んだことある、もう一回やるって。高見線をまたいでるね。気温はね24度、最高ですね。この空が晴れてていいな。この一瞬のこのすごいいい季節、秋だと思っていいかな。秋は寒くて焚き火したら楽しいね。標高 2000m じゃないや、標高 1200m 超えました。一気に 2000m 行っちゃった、すごい。この八ヶ岳高原ラインってね、ぜひドライブに来てほしいですね。どんな季節でも、まあ冬はちょっと過酷だけど、でも雪はそんな降らないし。冬来たことあるよ。冬もねよく来るけどね。うん、コアラマって信号、ここなんだ、こっち行くとどうか山登れんの。ウイスキーの匂いがする。最高だ。気温が23度、標高 1248m、 いいね。八ヶ岳高原ラインは県営八ヶ岳牧場とか清里のあの
清泉寮とかね、そこをずっと巡って、長野の方に向かっていくと、また今度これから通る、富士見高原、ここにも温泉があったりとか、あとなんだっけ、天空のカートとか今やってんのかな、あったりで、その先には八ヶ岳美術館があったり、結構ねここだけで1日ドライブあっちよりこっちよりで楽しめるような感じなんでね、ここすごいおすすめですね。いつも単なるね通り道としてしか通んないけど、あまりこっち来ない方はぜひこの道、八ヶ岳の方来たらね通ってもらって観光したらいいと思います。ここがあれか、天空の遊覧カート、こう冬はスキー場になってソリがあって面白いところ。この辺ね雪降んないんだけど、めちゃ寒いんで人工雪がねガンガン作れるんですよね。だからね意外に穴場なスキー場。ここが八ヶ岳美術館で、これまっすぐ行ってもいいんだけど、ここを曲がって降りるともみの湯って日帰り入浴施設があって、そこの前は RV パークになってるんですけどね。ここはもみの湯、 RV パーク誰か泊まってるかな。ここを右に曲がると立品自由農園があって、ここでねこの原村のなんだろう、おすすめはセロリ、でも今時期違うか、セロリすごいね、一株で買える、すごい大きさ。あとねワインとかも買えるんでね、ちょっと久しぶりに行っちゃおうかな今日。ちょっと行ってこようかな、あんまり買うもんないけど。今あれか、そうかシャインマスカットか。はい到着、よし買い物したいと思います。ここよくしょっちゅうしょっちゅう来てね、野菜とか買ってたんだけど、結構いいもんいっぱい売ってんすよ。さっきキャベツ買っちゃったかな。レタスが超安い。これおすすめはねワインなんですよ、ワイン。私のフルボディなんて絶対うまい、これ買おう、安くね。けどこれ面白い、買おう。何気にね座ってね寒天が有名なんで、よしうまそうなワイン買えてよかった、安く。あとあの面白い IPA もね買えたんで、なんか諏訪もね結構ねビールとかも地ビールがあって美味しいんですよ。立品自由農園ぜひ。よし出発。ここから十福の湯は72キロ、ちょうどいいドライブコースですね。全部下道で行きます。
高場越えに来ました。ここは 1420m もあるんだ。冬来ると凍ってたりするんですっげー寒いですけど、ここもやっぱり雪が降らない地域で、本当はね、佐久の方にね、畑の方から清里の方から抜けるには中部横断道路が途中まで来てるから、そっちの方が早かったりするんだけど、ちょっと景色が気持ちいいからね、いつもこっちに来ちゃう。このまま152号で上田の方に向かいます。残り50キロ。道の駅、丸メロの駅長門に来ました。ここもね、よく通過点で上田に行くときに通る道です。なんか新しくなっててすごい綺麗になって、まだちょっと工事してるけど、なんかおしゃれになってますねこれで。ね、ここね、温泉もあっていいんでおすすめ。温泉もあるんですよ。こっち側は道の駅で、それでこっちが温泉、ローソンがあるんでね、ちょっと寄りました。では温泉へ向かいます。食堂もあってね、温泉もあって、なんと足湯もある。足湯もできた。ちょっとこっちから行ってみよう。足湯なんか蓋閉まってんね。ここそう、ああ足湯やってないや。ここ1回ぐらい入ったことあったっけ。ねえ、ここ温泉、道の駅のすぐ隣。どんなだったっけね。さて先を急ぎましょう。温泉に向かって、十腹の湯かスタート。はい、ということであと残り4キロ十腹の湯まで来ました。なんかね、十腹の湯ってね、上田の町からね、ここも上田なんだけど、ずっと18号をまたいで山の方に来るんだけど、こんなとこに温泉あんのっていうような、すごい深い山、周りはね 1000m 級の山に囲まれてるんですよ。これ、まあ、ここの標高も高いからそんな高く見えないけど、左右の山はもう 1300m とかの山なんで、その谷を走ってるような道、ここを抜けていくとね、十腹の湯があるんですね。これ温泉テーマパーク的な、結構面白い温泉なんでね、露天風呂めちゃ広いし、もう一回来れてよかった。なかなかね、上田のささらの湯とかは来るのに、十腹の湯には来れない。あと戸倉上山田もすごいよく来ますけど、こっちにはなかなか来ない。まあ金額的にもちょっと高いし、悩んじゃ、確か大人が700いくらで、小学生から400円だったかな。小学生以下ただだったかな。もうすぐ着きます。こんな山の中にあんのっていう感じでね。ここの道越えるとどこに行くんだろう。ここ越えると今度松代行くのか。松代温泉そのまま行っちゃいたいような気もしなくもないけどね。これね、こんなとこにあんのって本当思っちゃう。これ初めて来た時結構不安だったもん。なんかすごいボロの温泉が出てくんじゃねえかみたいな。温泉宿もあるような感じじゃないし、
多分ね、これだけ聞いてもし来ても同じことを思うと思いますよ。多分ね、天気悪かったら余計、今日ちょっと曇りだから余計なんか、夜なんか来た日には真っ暗なんで、ちょっとね不安になるぐらいな山道。よし、着くぞ。駐車場が分かりにくいから前なんか通り過ぎていったような気がするんだよね、覚えが。ここは遠い駐車場だっけ。遠い駐車場だね。ここは駐車場だっけ。なんかもうよく分かんねえ。ここ入っていってみるか。なんか中に入れんだよね。玄関まで車で行かれます。なまってる、なまってるんじゃない。ここあれだね、キャンピングトレーラー引っ張ってきても止める場所あるね。地下駐車場がすごいなんか、ここ何みたいな感じの。前来た時もデリカだっけ。プリウスだったよね。なんかもうちょっと屋根に余裕があった覚えがある。もう止めようか。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は3時間11分です。運転お疲れ様でした。 OK 到着。よし行こう。そうこっち、こっちだ。十福の湯こっちです。冷たい？よし入ろう。イエーイ。お取りください。出た？出た。お持ち帰りもある。よし、行こう。じゃあねー。広い休憩室。よし、十福の湯入りました。ここはね、温泉のテーマパークですね、信州の、私はそう思う。今度ね、ピザも食べたい。なんかピザもね、どうやらね、卵抜きっぽいので、アレルギーでもこの食堂は食べれるし、露天風呂めちゃ広いし、なかなかぬるくて子供も入れるし、最高でした。よし、じゃあ、これから。トンボ帰りしますけれども、そうだそうだ、ここはね単純線。ちょっと硫黄臭のするね、単純線でアルカリ性がとっても強いです。なかなかいいお湯でしたね皆さん。よし、じゃあ帰ろう。海苔巻きでも食べながら。暗いね。よいしょ。いいよ。じゃあ皆さん、バイバーイ。